この動画、開いた人、えらいです。今日はですね、やる気のない日、何もしたくない日にできる、簡単な、ストレッチを紹介したいと思います。本来はですね、やる気ない日はサボっていいです。本当に開いてみない意識高いです。本当に素晴らしい、簡単なね、お腹痩せ、足痩せに効く、ストレッチ紹介します。一緒に頑張っていきましょう。ゆるくね。はい、そしたらですね、足をこういう感じでパタ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 させていきましょう。30秒です。この時ですね、裏もも、こうね、ふくらはぎ使ってパン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 、かかと使ってパン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 する感じです。これならね、きっとスノーを見ながら、ポテチ食べながら、テレビ見ながら、ベッドでゴロゴロしながらね、できそうじゃないですか。で、あとでですね、体を動かしてみるっていうところからね、スタートですね。にしてもね、皆さん本当に意識高いです。素晴らしい。 OK。 はい、そしたらですね、次足伸ばします。伸ばしたらですね、つま先を上下上下と動かしていきましょう。はい、上下上下。この時ですね、ふくらはぎ伸びてる感じがあれば OK です。で、さらに理想はですね、裏ももも伸びてたら OK です。まあでもね、めんどくさい日にね、裏ももしっかり伸びるぐらいまでやるの大変ですから、本当に今日はね、やっただけ本当に偉いですから、見てるだけでも偉いです。で、ゆるーくね、やってください。ながら全然 OK です。 OK。 はい、そしたらですね、膝抱き抱えます。抱き抱えたらですね、胸の方にぐーっと近づけたいんですけど、これまっすぐじゃなくて、こう斜め手前に行きましょう。30秒です。ぐーっと斜め手前にぐーっと伸ばします。この辺伸びてる感じでありますか。はい、そうです、 OK です。毎日毎日ね、ストレッチ筋トレを続けてやってるのに、もう今日どうしてもやりたくないけど、今日やめてしまったら、まあ明日も明後日もできないんじゃないかってね、ストイックな皆さんはね、思ってしまうと思うので、本当に簡単なね、トレーニングでもね、やっておくとね、いいんですね。私だったら絶対サボりますね、やる気ない日。OK。 はい、次こっち行きます。30秒です。よいしょ。どうですか、お尻伸びてる感じありますか。なんかやる気ない日ありますけど、やっぱ冬って特に多くないですか。もう寒いとね、やりたくないですよね、本当に。で、ぐーっと伸ばして、伸ばして、9、8、7、6、5、4、3、2、1、OK です。はい、そしたらですね、次、足伸ばします。伸ばしたらですね、上に上げて、やる気がある人は、下まで下げる。ギリギリ床のスレスレまで。今日はね、皆さんやる気ないと思うので、これぐらい、これぐらい全然大丈夫ですよ。いきます。30秒です。こう下っ腹こうね、使ってる感じがあれば OK です。で、この時ね、全然適当でもいいですけど、腰だけはね、気をつけてくださいね。痛くならないようにしてください。これ枕とかでね、こうやって、使ってると、多分腰、ここも丸まるので、腰痛くなりにくいと思います。余裕がある人はスレスレまで。でもね、皆さん今日はないはずですので、全然適当でも大丈夫です。まあ、これぐらい、半分ぐらいでも大丈夫ですよ。 OK。 はい、そしたら足の裏くっつけます。くっつけたらぐーっと、ね、股関節開いていきましょう。30秒です。で、この時ですね、ちょっと余裕があったらこういう感じでバランスさせてあげてください。そうするとね、より伸びます。よいしょ。そうです、そうです。これね、股関節ちょっと伸びてるなって思うぐらいバランスさせてあげてください。どうですか皆さん。例えば今日のストレッチですね、生理中とか、生理中ひどい人とかもいるじゃないですか、にもおすすめです。なんか生理中どういうストレッチが、ね、おすすめですか、結構聞かれるんですけど、ね、そればかりはなんか本当その人の体調次第によりますね。別に生理だからやっちゃいけないっていうのは全然なくて、生理中の人だったら日頃通りでも全く問題ないです。はい、そしたらですね、足ちょっとね、肩幅ぐらいに上げます。そしたらお尻ギュッとして上に上げます。余裕がある人はお腹、お尻をギュッとするのを意識してください。全然できなくても大丈夫です、今日は。今日の30秒です。以上、どうですか皆さん。ついてきますか。もうね、どんぐりサボっても大丈夫ですからね。もうとりあえずも適当にと、適当にでもね、最後まで一緒にやっていきましょう。やってだけ本当に偉いですからね。本当に偉い。以上。
で呼吸だけは絶対止まらないよね。以上、5、4、3、2、1、うぅー、 OK、 素晴らしい。はい、そしたらですね、最後1種目になります。足伸ばします。伸ばしたらですね、スマホをちょっとね、この辺に置いておいてください。で、こういう感じで、よいしょ、肩甲骨上げて、ちょっとね、腹筋していきます。これが最後なのでね、ちょっとできたら頑張りましょう。全然できない方は大丈夫です。いきます。始めです。よいしょ、肩甲骨しっかり上げる。これが最後です。で、なんかね、今日やる気ないなって思ったけど、なんか動き出したらあれなんて今日いけるなっていうこと結構よくあると思います。そういう方のためにね、概要欄に私のようなストレッチ、トレーニング動画、貼っておくのでね、もしよかったらやってみてください。もう少しで終わりです。もうね、今日ね、ドール開いたら皆さん自分のこと褒めてあげてください。3、2、1、お疲れ様です。今日の動画がちょっとでもいいなって思った方、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるのでぜひフォローしてくださいね。またねー。